専属には4つの吹奏楽団がありますけれども、どんどんプログラムを進めてまいりましょう。またそんな話は後ほどいたします。次に登場いたします、グリーンタイウィンドアンサンブル、しかし今日しまったなと思って、僕グリーン担当しているのになんかこれブルーに見えてしまったと思ってね、一応これパープルのつもりだったんですけれど、そんな余計な話はさておいて、ちょっと話を学生から聞きたいなと思うんですね。コンサートミストレスは高橋さんなんですけれども、その隣に座ってる大森くんに来てもらいましょう。はい、いやこの間のね、我々のコンサート終わっちゃったけれど、6月24日にね終わってしまったけれどもね、いや大森くんなんか宴会でもえらく盛り上げるし、なんか楽しいなと思って、彼にトークしてもらおうかなと思って、でもう前期は終わっちゃったけれど、はい、後期があるよみたいなこととか、ちょっと宣伝とかグリーンの紹介を、はい、僕に聞いてもらえないような、僕が聞かせられないようなことでもいいですから、ちょっと自由に紹介してください。こんにちは、グリーンタイウィンドアンサンブルです。グリーンタイウィンドアンサンブルは、日本を代表する作曲家である伊藤康秀先生にご指導いただいて、さまざまな視点からその楽曲をいろいろと分析され、と和声などいろいろと音楽をやるにあたってすごい勉強になることをたくさん学んでいます。で、先週行われた前期演奏会にて藤岡幸男先生をお招きし、ものすごい熱い音楽ができたと思います。今日といらしている方もいらっしゃると思うんですが、ものすごく熱い音楽で、すごい自分たちも楽しめました。それで12月12日後期の宣伝になってしまうんですが、12月12日に後期の演奏会でダグラス・ボストック先生をお招きし、さまざまな、楽曲、吹奏楽の曲をお送りできると思います。で、その前期に引き続き熱い演奏ができるようグリーン隊一同頑張りたいと思うので、ぜひ土曜日です、12月12日土曜日に行われるので、ぜひいらしてください。で、本日はなんと、終演後ロビーにてチケットを50枚限定で、配布します。50枚しかないので、招待券を50枚とお渡ししますので、先着なので、ぜひ終演後と緑色のスカーフとかリボンをしている人が立っているので、ぜひもらって帰っていってください。ではどうもありがとう。というわけで元気に紹介してくれました大森くんでした。じゃあ席について、ください。ありがとう。グリーンタイウィンドアンサンブルが指揮者としてお迎えいたしましたのは、同じ神奈川県の中から、神奈川の横浜創英中学高等学校、常光義治先生です。グリーン隊は2曲お届けいたします。先ほどのヴェルディのオペラに引き続きまして、ちょっと時代が新しくなりまして、ヴェルイズモのオペラマスカーニのカバレリア・ルスティカーナの中から感想曲、まず、お聴きください。では常光先生、よろしくお願いいたします。Thank you.
常光先生ありがとうございました。マスカーニ作曲カバレリアルスティカーナより感想曲でした。実はこの感想曲オペラの一幕のオペラの途中に出てくるんですけれども、このオペラのために書いた曲ではなく、それ以前に書かれていたようなんですね。解説にも書いておきました。グリーンタイウィンドアンサンブル、今年は非常にメロディーを歌うっていうことが非常に独特にできてるなと思っておりまして、常光先生の非常にこう歌うスタイルっていうのとマッチングしてるんじゃないかなと思って、おります。また後ほど常光先生からはお話を伺いたいと思っております。